桜色をまとった人気の列車がやってきたのは近鉄吉野駅。満開の桜がお出迎えです。さあ、近鉄吉野駅にやってきました。この時期、吉野山周辺はマイカーを規制していることもありまして、皆さん電車で寝らしています。非常に賑わっていますね。ここに花見に来ました。やはり吉野桜は世界でも有名な桜の名所。Está chovendo hoje, mas eu espero que a gente consiga ver muitas sakuras mesmo assim hoje. 大阪市内からここ吉野までは特急で1時間半ほど。麓から順に下千本、中千本、上千本といったエリアに分かれ、上千本は昨日満開を迎えました。麓からは桜の中を通り抜けるロープウェイに乗ります。空中の花見を楽しむこと5分。ここから山へ登る道はこの時期歩行者天国になります。この地域の名産吉野葛を味わえるお店もあるんです。こちら中井春風堂では注文を受けてから葛切りを作ってくれます。お湯をくぐらせると葛は一瞬で透明に。そのお味は、葛にも甘みがあって、でもそれってこう出来立ての時だけしか感じないんですね。時間が経ったり冷えて白くなるとその甘みってもう感じなくなるので、10分ぐらいで食べた方が美味しいですね。一方、こちらは静か亭。真正面に桜を眺めながら春を感じる葛スイーツが人気です。葛の入ったプリンの上には桜の花の入ったジュレが乗っていて、口の中いっぱいに春を味わえます。また店の窓辺からは吉野の桜が一望でき、全身で春を楽しむことができます。吉野山の桜は日本で最多のおよそ3万本と言われています。その起源は平安時代まで遡るんです。今から100年ほど前の大正時代に保存会が立ち上がり、桜の木を守ってきました。吉野山の上には花やぐらという吉野の桜の風景を一望できる場所があります。ここからは世界遺産の金峯山寺も見ることができるんです。吉野山の桜いかがでしょうか。今こちらでも綺麗に桜が咲いていまして、しだれ桜が綺麗に咲き誇っています。吉野山の桜は山桜が主なんですが、こちらの如意輪寺ではしだれが綺麗なんですね。今私の真上にあるのが紅しだれ、紅八重しだれという品種でして、今まさに満開を迎えているんです。いいですね。そうなんです。今日雨が降った影響で少し葉っぱがですね、たまにひらひらと落ちてくるんですが、それもまた風情があってとっても綺麗でした。趣があっていいですね。さあ、ここからは住職の鹿島さんにお話を聞いていきます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。本当に癒しの空間なんですが、この如意輪寺は深い歴史があるんですね。はい、そうですね。このお寺は平安時代に日堂道賢というお上人様によって建てられた大変古いお寺なんですね、うん、そして南北朝時代の96代目の天皇であられた後醍醐天皇と大変深い関わりがございます、はい、後醍醐天皇は京都からこの吉野に逃れてこられて、京都に早く帰りたいと強く願っておられたんですけれども、うん、ご病気でこの吉野で亡くなられた。そういうお寺で、このお寺は直願寺なんですね。ですからよくお参りに来られていました。なるほど。そしてこのようにしだれ桜が多いのはどうしてなんでしょうか。後醍醐天皇が大変しだれ桜がお好きだったのでね、こういうふうにたくさんのしだれ桜を植えるようになったんですよ。では後醍醐天皇もこの桜を見て、この綺麗な形であったり色合いをめでていたんですかね。そうですね。
ではこういったしだれ桜が代々受け継がれているということなんでしょうか。はい、あのね、ここに古い古木がありますけれどもね、こちらですね、これがね、後醍醐天皇がお亡くなりになった後、このお寺のその当時の住職が後醍醐天皇をしのんで、植えられた桜、それを代々引き継がれて、そしてこの子孫となった桜なんですね。そうですか。もう250年経ってます、古いお寺あの桜ですね。こちらの木が250年、歴史がありますね。桜を楽しめるのももちろんなんですが、こういった後醍醐天皇のゆかりがある場所であることであったり、さまざまな歴史を味わえるのも吉野山ならではです。さあこの後ですが、だんだん暗くなってくるにつれ、ライトアップも行われるんです。